スノーマン、ウィズミュージックで初パフォーマンス、メンバー同士が選ぶ様々なナンバーワンも発表。スノーマン、アエスパ、緑黄色社会が8月3日、土曜日放送のウィズミュージック、毎週土曜夜7時56分から8時54分、日本テレビ系に出演することが発表された。スノーマンが同番組でパフォーマンスするのは初。最新曲、君は僕のものを披露するほか、ファン110人の前でトークを繰り広げる。スノーマン、爽やかなラブソング、君は僕のものをパフォーマンス同番組は、宇多由美子アナウンサーが MC、松下洸平がアーティストナビゲーターを務める音楽番組。番組タイトルの With をテーマに様々な企画で、アーティストの魅力を深掘りする。スノーマンは7月31日、水曜日にリリースされるシングル、ブレイクアウト、君は僕のものから、爽やかなラブソング、君は僕のものを披露する。さらに、ファン110人の前で、メンバー同士が選ぶスノーマンの様々なナンバー1を発表するなど、MC と共にトークを行う。